お抱きかかえて奇跡に飛び込む。ちっちゃな街から50世紀の売春婦まで、今夜はみんなお待ちかねのダイナマイトプシキャッツ。道中めちゃめちゃ大騒ぎが始まり、小さな街のこんな小さな夜の出来事、ダイナマイトプシキャッツ、oh yeah。Pussycat, oh yeah, whoo! ある日プラチナブロンドがフードベースに僕言いたい、言いたい僕たちいつまでこれほど続けるのかと、二段ベッドの上で彼は肩を作ってる。だけど最後の日のことを彼はこっそり焼いた。このホス美しいワイヤーが切れるまでと、このホス美しいワイヤーが切れるまでと、このホス美しいウッドベースを片手に取った、ペパミントグリーンのエドワードジャケットがリップの上に飛び乗り、ブラックスペードスクールはギターを抱きかかえ客席に飛び込む。小さな街から50世紀の売春婦まで、今夜はみんなお待ちかねのダイナマイト。出来事ダンバイトプシキャッツ、オーイエイ、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 ダンバイトプシキャッツ、ダンバイトプシキャッツ、ダンバイトプシキャッツ、ブランキージェットシティでダイナマイトプシーキャットを聴いていただきました、ということでですね、まあ、今さっきちょっとアルバムの話が出たんですけども、この前うちの雑誌の、11月売り用でインタビューやらせてもらって、うん、あの時思ったのがなんかみんなほらベンジンも、ね、ケルちゃんもタチャもみんななんかニコ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 しちゃってみんなニコニコだもん、もともといやもともと、いや違うないや特にニコニコだってなんかだって本当はもともとニコニコなの。ニコニコってよう言われたね、うん、いつもニコニコしてたもん。そう、うん、でもほらそう言いながらもなんかやっぱりほら私の場合はほら付き合い長いじゃないですか、デビュー前から。何年になる、デビューしたのも何年だっけか。91年だから90年の暮れ、90年の秋だよ。あ、そうだね、初めて会ったの、うん、そうそうそう、一番最初のだって会った時はあれですよ、ほらあのインタビュー受けるのが初めてだったでしょ確か。そう、で雑誌、あでもその前にインタビュー受けたんだよね実は、その会う直前にライブハウスで、うん、チョコレートシティで、うん、であの時になんかほらまだあのメジャーデビューっていうのは発表とかしてなくて、でとりあえずこう俺もよちょこで初めてライブ見て、もうただただなんか、ああ好きに音出してんなこいつなみたいなのがあって、すごい面白くて、
俺は好きに音出すな。うん、そうそう。 で一応ね、なんか資料用のなんかインタビューで行って、でその時はほらで、まあ、全然あれでしょ、てよ、うん、ちゃんとか全然喋んなかったし、うん、緊張するわな、あんなんな、うん、そうそう、アマチュアから急になんかインタビューって言われたの、ああみたいな。だって俺初めからインタビューはクール抜けようと思ってたの。あ、そうなんだ、うん、でも全然ダメだった。うん、やっぱ自然しかないわ。うん、でもなんかその自然さっていうのそれからずっとやってきて、ほらレコーディングたびにいつもね行かしてもらってるし、まあ、イギリス行ったり、ありがとうね、いつも、ええ、とんでもない、来てくれて。で俺来るとほらほとんど日本と変わらない感じするじゃんみたいなのがあります。そうだね、うん、うん、バレるよなとか言って、そうそう、ジッとするわ。何言ってんだよ、海外プロティック。なんかさ、ロンドンとかさ、ずっといるとさ、うん、なんか来客が来ると嬉しい。そうだよな、うん、今回もロンドン結構長かったわ。でも今回最長だもん、2ヶ月ぐらい。2ヶ月、うん、でもほら最近いつも必ずラックスタジオとその横のフラットっていうセットがあって、あそこのフラットがなんか、いいんだよね、行くと。俺らもなんか、あ、また今年も来ましたみたいな。あ、でももう嫌だ。もう嫌だ。でもね、なんかブランキーのレコーディングに行くのってね、結構楽しいんだよ、なんか。あ、そうそうそう。でなんで楽しいかって言ったら、この3人が何にも変わってないからみたいな。外国だからどうだのこうだのって全然ないし。そう、なんで緊張しとるけどね、外国におるときは。実は緊張してますか、日本人として。うん、恥ずべき行為をしちゃいけないとか思って。恥ずべき行為、例えばどんなの。わかんない。なんだか。でほら今回そのね、アルバム出た時になんか、まああの時は2曲ぐらいしか聴けなかったんですが、時にどんどんめちゃめちゃ、ああ、ほら今回なんかもう楽に好きにやってるわみたいなのがあって、うん、自分たちでもかなりそういうのはあるでしょ、今回のアルバムはいいぞみたいな、まあ、別に今までのが悪いとか言ってるわけは何でもなく、うん、もっといいぞみたいな感じがあると思うんですが、いいよ、うん、11月のスカンクなんですけど、てるちゃんどうですか、そういうの。すごいよ、うん、うん、オレンタらしいアルバムだと思う。うん、オレンタらしいとはどういうとこに一番あるかね。オレンタご機嫌っていうとこかな。うん、うん、でレコーディング楽しかったじゃん、それと。うん、いや、まあ、楽しいね。うん、でもさっきのほらダイナブプシーキャットにしてもなんかリズムとかめちゃめちゃ楽しそうじゃないか。うん、うん、なんかベースもピンピンいってるし、もうパコパコやってるし、ギターもピンピンいってるしみたいな、うん、みんななんかそれぞれなんか、だから今回ってね、ギターとベースとドラムとかすごいよく聞こえて、それぞれ一個一個、うん、うん、でもなんか塊でドーンとくるみたいな、うん、俺はね、最初もう本当にいいなと思って楽しんでるんですけど、タテヤさんどうですか。何俺、はい、総称、なん総称ってロンドンレコーディングにおける、いやというか、まあ今回のアルバムにおけるアルバムみたいな、アルバム最高に決まっとるわ、ね、うん、そのスカンクと人っていうところでちょっと一つこう、スカンクと人スカンクと人どうやってスカンクと人、楽しい、トルコ石のブルーだった時もあるし、うん、めちゃめちゃ音痴か、例えばとんまいもあるし、そうだな、うん、アフリカ帰りのチェインソーだった時もあるし、アフリカ帰りになってまったんだ。聞いてるやつは誰も分かんないって感じがありますけど、ね、うん、ベンジはやっぱ相当楽しいじゃん今。楽しいよ、ね、あそこで一発ブチッと切れれば最高だったな。だっていつも楽しいって、うん、本当にこの世に生を受けてから、うん、たまに辛い時もある。でもなんかね、楽しさでもやっぱり度合いがあるとかやっぱいろいろ。ああ、毎回すんげえ最高楽しいな。うん、できやね、うん、できたら、うん、いやで今回ほらだってそのできた後も楽しくない、なんか、うん、楽しいよ、うん、最高ダンサーだっていいわなっつったんだよ。なんで来ました。あれ、ね、イワナタワーって今ってなんだっけ、あれはあれは虫で積んだっけか、音楽とイワナ、あのね、釣り着三平か俺は。あのね、あの川温泉に行ってさ釣りしたんだよね。そんなことやるのめちゃめちゃなんで、俺は子供の時とか釣りしたけど、うん、でも
まさか釣り釣りなんかするなんて思ってなくて、ベンジーと言わない名刺だったりして、ほんでチェッ釣りしてさ、ほんで釣れたんだ、うん、自然の魚を釣ってさ、うん、そしたらゼラ嬉しかった。いや、しかしそのイワナはどうしたんですか。イワナね、昨日一匹釣って、うん、2時間ぐらいの間に一匹で、それはね元気よかったからね、うん、最後にはね川に逃がしたんだね、うん、でも今日釣ったイワナはね死んじゃったからね旅館にあげた。下をやってどうするんだよ。そういうアルバムなんだ。違う、そうしたらそうしたらすごい喜んで、うん、喜んどったらしいよ、すごい本当、うん、でこんな立派なイワナをありがとうとか言って、うん、でなんかすごいそこの旅館で作ってるナメコかなんかの缶詰をくれた。本当だって。ナメコの缶詰ってのもすごいな、なんか。俺もそんなに嬉しくないんだけど。それを言っていかんの。だからそれを言っちゃいけないでしょ。だからありがとうって言ってもらおう。そりゃそうです。うん。というようなアルバムができたというのがありますけど、いいアルバムだ。一番いい説明だ。めちゃめちゃいいよな。で、今日はですね、本当はほら11月のね、22、今開けて今日から見ればこうね、3ヶ月先に出るアルバムの曲をかけれるというかけるというのは本当は良くないことかもしれないんですが、まあ、宣伝のこととか考えるとね、あるけども、なんかそれはどうなんでしょうかね。例えば、うん、今日ラジオ聞いて、うん、次の日死んじゃうやつとか、そう、心残りか、まあほら、心残り、それはある。もうできてるもんな。だから善は急げなんだよ。善は急げ。やっぱり善は急げ。聞かしやれみたいな言葉で塗り回って。だってほら、だってミュージシャンにしても、ほら、ね、日本のレコード業界こうできてからこう、リリースされるまでは結構時間があったりとかなかったりとかいろんなパターンがあるけど、作ってる本人たちにしてもアルバムが出る頃にインタビュー受けても作った頃のとはもうやっぱ変わってるでしょ、気持ちは結構。うん、それを考えればね、やっぱり、うん、これはいいぞって盛り上がってる時に曲をかけると。だって今のラジオだってそうだもん、うん、だってスカンク作ってる時のさ、うん、どうだったってなったら分かるけど、うん、もうスカンクがもう終わってるから、うん、総称してどうだったとか言われても、うん、本当は困ってるんだよね、うん、どうだったかなとか言って、うん、でも近いからいいと思うけど、うん、だから近いうちにやっぱりこうね、曲を聴いてもらうとやっぱいいことかなっていう。そうそうそう、うん、じゃあ聴こう。そう、周りの人が振り回ってるかもしれませんが、行ってみよう。ということで、3ヶ月先のアルバムから一気に行かせていただきます。私がこの曲大好きなんで、リクエストさせていただきました。ブランキージェットシティの、やっぱりやめようか、おいそうそう、ニューアルバムスカンクの中でこの曲結構弾けてます。パープルジェリーI'm a fighter, got broken on